ルドッキング。こんにちは、みほです。松尾です。よろしくお願いします。お願いします。ゴーエモンが重視化しました。はい、ということで使ってきましたけど、こいつ強いっすわ。はい、うん、弱いとこなし。はあ、そこまで最強。いや、貴族星最近どうした？バチバチに強くなってるんだよ、急に。で、さすがの超獣限定、うん、うん、って感じっすね。まあ今回は山竹行ってるんですけど、まあとりあえず優勝見てください。えげつねっす。超絶ブレス、ランページブレスね、この新友情。範囲も結構広いっつうのが使いやすいかな。で、弱点ヒットもあり、はい、で、こいつ自身も貫通でね、そのスピードタイプなんで当たりやすいっつうのもあるし、反対性能もかなり高めだなと思った。で、ゴエモン自体がね、SS 短縮持ってるのいいっすね。 SS 結構重いんで嬉しいかな。で、この SS 強い。最強 SS の一角なんじゃない？やばいね、この SS。 この SS やばいっすね。スピードがちょっとね、上がりまくって、で、スピードアップのターンなんですけど、1段階目は自分が動くターン含め3ターンで、2段階目は自分の動くターン含め、5ターン継続スピードアップウォールが、なので強いです。ゆえに強いです。あの2段階目に関しては本当、次のもう一回自分が回ってくるときにも有効だから、すごいいいですね。うん、思ったより長いのもらえたなって気がする。はい、スピードがさすがにそう上がりすぎてやばいことになってるスピードアップっても純粋に強いじゃないですか、このモンスルは。SS で減速壁向こう持ってるみたいな感じのイメージ。そうだよね、貼り付けてもう相殺するっていう。はい、という感じでもう山竹ぐしゃぐしゃまあもう大体ぐちゃぐちゃにできるんですけど、ね、なんかまあここがなんか登竜門的なもんあるじゃん。ここぐちゃぐちゃにできなかったらまああれだよはい、でアビリティも優勝っすよね。その対応してる地雷と超重力で、アンチマー法人で、超が超重力もらってるんで、そこが偉いよね。貫通タイプだったらなおさらね、素晴らしいと思うよ。これはつけもいい感じだね。540キロってだいぶだね、スピードタイプだけど。そうだね、貫通とはいえ、うん、だいぶ速い。だいぶ速いっす。今使ってるのは2体が超スピードだな。2体超スピード、1、2がね、超スピードで使ってるんですけど、やっぱ超スピードもいいね、やると。どういうの？あのね、考える暇なく超スピードにした、マジで。もう、俺は考えるのやめた。なんかね、言ってたね、ぐちぐちしたもんな。うん。もう、考えるのやめようって。って言って、うん。もういいわ、つって。超スピードはこいつはって。はい、本番。マイン魔法陣の輪のところでいけるとだったら、もうノクターンショ。ノクターンショねえ、ぐちゃぐちゃにしてるのかって思って使ってみたわけですね。まあ分かる通り魔導士きっちりやりますね。超絶ブレス、ブレス、ランページブレスで、遊撃つけてんのがさ、4P の唐沢のね、五右衛門だけなんだよね。120にはしてるのかな。120にはしてる。はい、なのでここ紋章いらんっす。もうジャスミンももういらんっす。いや、そうなんだよ。なんならマジで一番やばい、やばいことをしてるなーっていうね。やばいかな。あー、やばいやばい。友情もうボールとはいや、ボールとはじゃないこれ。いや、その通り。ボールかわいそうよ。ただ本当に遊びよ。で、この価値だけはしっかり叩かなきゃいけないんだけど、うん、いや、本当ボールとはギミック無視完全とかも一番事故のところだったけどな。一番ね、うん、まあこれはしっかり当たれないともちろん事故るんだけど、まあ、楽だよね、考えなくていいよね。で、これもさ、そのあの弾とか倒せるのかなと思ったんだよね、防御ダウンさせる気になったんですけど、倒します。問題ないです。しかも今1のやつでしょ。だから遊撃なし、120レベだけ。はい、簡単です。もしもいりません。壊れちゃったね。うん、マジでジャスミンがちょっと肩見せまくなったよ。
押し出されたあいつ飛行だし、うん、こいつ地雷持てますみたいな。ジャスミンも大概壊してるんだけど、ジャスミンも大概壊してるけど、それ以上かなって思ってますね完全に。これとかもプニー切ってのもあともうね当たるだけよな。強いね、これ強いね。しかもたまたま押しちゃうのがやばいなと思った。ジャスミンじゃやれないもんね。やれない、ね、やれるにしてもユグでも紋章いったりさ。そう、ユグでも紋章は必要だね。無条件、無条件なのがまずいねただ護衛を持ってけばいいっていう。そう、ただ護衛も持ってけばいいっていう。ほんと1枠入れるだけでだいぶ快適になるんじゃない。まあ、2枠は欲しいかな、この友情に頼るんだったらね。まあ、多少ボールを意識すれば別に1体でもめっちゃ強いと思う。だからね、こいつはいいキャラっすね。限定かな、限定だわ、ほんとに。限定感出ましたね。なんかちょっと足りなかったじゃん、前のそのシンクカメラの時は、うん、強かったけどね。神ガの方とかもリター貫通タイプで回復エム持ってガチャガチャ強いってなってたけど、普通に強いなって感じだった。もう一飲みみたいないや、壊れ方はすごい壊れ方はしてなかったかなって印象だけど、これは完全にもう振り切ったなっていう。いや、なんかマジでいい感じがする。限定スペックまさに、うん、文句のつけどころがない。殴りもだってさ、まあ、今さ、2ヶ月か、3ヶ月か、からせよ、うん、3ヶ月にしてるんですけど、まあ普通になんか、アナーキーのね、ファントムモード的なね、ステータスになるし。さっきからね、これ3万7000ぐらいになってたかな。ぐらいにはなる。十分だよね。これで超スピードのアドがあって、この友情コンボついてて、SS がもうやばいスピードアップするんでしょ。長いよ、行き。いや、つ、なんだ。見てよ、これ。やばいよね。楽しすぎるよね。すぎるよね。もう、ノクターンにさ、結構、ね、ジャスミンであなったけども、うん、快適さがもう、はるかに、ジャスミンよりも快適になってるからさ、ストレスないよ。うん、まあね。ガチでストレスない。ノクターン。はい、これとかも、はいはいはい。はい、勝ちだけね、しっかり決めてね。あとは友情で、トリケラはやりますよっていう。いや、おかしいって。まあ、だからこれとかちょっと1体は上にいた方がいいかもね、弾壊すのに。まあ、ボール使えばいいんだけどね、普通に。まあね。うん。ただ友情でやりたいって人は。縦貫するか迷ったもん。まあ、さすがにボールダンスするかってなったけど。まあ、露骨に壊れたな。だいぶもうノクターンゲットしやすくなったんじゃない、これは。そうだね。うん。強いからね。なんかノクターンモラルみたいな難易度になってんじゃんこれいや、なってない、ガチでこれで。だけど普通にやったら死ぬほどむずいからね、ノクターンって。いやいや、ボールというあのね、ギミックがちょっとね、うん、これがなかなか癖あるから、うん、そう、これマジでモラル並みに楽になった、うん、いや、ほんと何も考えなくていいもん。ほんと慌てるだけだったよ。そう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 、これも複数持ってた人は、まあ、持ってた人も、ね、もちろんやってるとは思うんですけど、試してるとは思うんですけど、うん、これは、ね、ノクターンでさ、強いからさ、その、ね、ディビジョンとかにね、使えたり、ね、普通に原則壁のステージで誘惑として連れてったり、出番はやっぱ多いんで、結構評価してる、オーデンさんで、ね、本当にこれ、機械により簡単になったんでね、集めてほしいなって思うよね。そうそうそう。で、注目してるのが五右衛門の近畿27の使い、うん、これがこの SS で多分原則神とか、うん、っていう感じにさせると思うから強いや強いね強い。殴りも結構焦りも、ちょっと倍率は見てないんだけど、なんか結構強くねっていう、うん、1段階目でも強くねっていう。止まらない。そう、逆に周回速度意識してる人はあれかもね、押せよーってやってるかもね。まあ打たなくても余裕だから、なんなら、まあね、うん、これ今試しに打ってるんですけど、本当ブレスっていいね。範囲もやっぱりそのただのブレスはちょっと範囲が短いなって感じだったけど、今回超強から今回超絶だもんね。
倍の範囲的にも広がったし、倍らしいね、威力。威力も倍らしいね。とてもいい進化というか。素晴らしい。で、ランページブレスなんですけど、まあ、ブレスってね、敵の中央にね、向かってね、行く友情コンボなんですけど、ランページブレスの方はさ、その15発その適当に出るじゃん。だから敵の弱点に当てやすいなって思いまして、あの弱点のその線上に、いや中央の線上に弱点がないとブレス当てづらかったと思いますけど、ランページブレスはね、別に中央に行くってことはないんで、弱点にも当てやすくなってる、うん、そこもいいなって思った。そもそもランページブレス超強ブレスより強いし、当たれば威力上がってるから、うん、超強ブレスが過去になってしまったこれで、ああ、私のゆりかもは君。でもまあこれスピード型なんで上があるんですね、攻撃型っていうね、はい、超絶ブレスの攻撃型出たらと思うとゾッとしますね。まあ普通主とか攻撃型の長距離ブレスですよね。なるほどね。まあ先は長いとは思いますが、楽しみ、攻撃型はちょっとまずいんじゃないですか、ここから言っては。はい、もちろん最終も何これ、やばすぎ、おかしいって、いや、いろいろおかしい。いいよね、回復 M とソウルスティールもさ、その HP 回復必要なね、攻撃力変わるところでも役立つし、このスピードアップウォール貼れるは他のキャラにも影響を及ぼせるいいストライクショットだし、自分で殴っても強いし、最強ストライクショットの一角なんじゃないこれ。いや、マジそんな気してくるんだよ、ほんとに。ジャントルがさ、この絵なんか、ね、持ってたね、持ってたけど、全体にボール、そうプラス敵にもギャラルホルンだもんね。そうプラスギャラルホルンってやばくない？それはちっちゃーって上げすぎ。露骨にだってギミックが残ったりする難しいところもあるんで、例えばそう近畿20万円ね、そういったところでも活躍できるんじゃない？露骨に強いでしょこれは。いい重心化だと思いますね、これは。いや、力入ってるなこれ。で、かっこいい。なんかわいそうだよ、これ。ダメなのよ。ジャスミン以上壊すと。ジャスミン以上壊すとなかなか難しいんじゃないかなと思ったけど、こいつが壊したね。ねえ、ほんとよ。はい、ということで、ゴエモン使っていきましたけど、まあ他にもね、うん、火曜日には、リン2、そしてリボン、リボン、来ますからね。自身が開発されました。あ、まあそこら辺も楽しみだし、コラボね。コラボ来ました。呪術廻戦コラボも来ちゃったと。はい、暑いですね、モンスト。ちょっとさ、一度に盛り込みすぎじゃない？もう忙しいよって。小出ししよ今モンスト YouTuber たちはみんなこんななってる。やめやめ忙しい忙しいって、こんなになってるからまあいいっすね、嬉しいっすね、嬉しいっすね、僕たちも、はいはい、てな感じでちょっと楽しみがね、これからちょっと盛りだくさんなんで、はい、まあ、とりあえず一旦今日は皆さんもこれも使ってみてください。ということで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。